はい、こんにちは。久々ですね。久々の動画です。ということで、3月ももう20日超えて、春分の日超えましたですね。いやいやいや、月日の過ぎ去るのは早いもんで。でも今年は本当に寒いですね。まだまだ、春一番がまだ吹いてないとかでね、なかなか寒い日を送ってるわけですけども、今日は、相変わらずもう、農繁期に入りまして、仕事に追われております。ね。これは私の畑全部でね、15枚ぐらいね、もう3ヘクタール超えちゃいましたですね。どうなってるんでしょうか。そのうちの1枚、ABC の J、ですね、 J 畑ですね。こんな感じでちょっと簡単に説明しますとね、これ多分まあ見る人が見れば分かるんですけど、これは何だということなんですけどもね、白菜なんですけどもね、当然いわゆるどう言ったらいいんでしょう、まあ直巻きでやってですね、これは糖を、私はですね、糖を、白菜の糖立ちを出荷するんです。でもうね、このように花が咲いてきてますね。これは、安いね、まあ安いというか白菜の種を買ってきて、糖立ち専用の場所ですここは。ですので、ね、秋冬の遅い時期に直巻きをして糖を立たせてそれを出荷すると、ね、普通白菜だったら白菜をね結球して出すんですけども、私の場合は4月メインはこれになりますのでね、もうちょっとしたらね、これに綺麗なのが、ね、白菜の糖立ち、油中の糖立ちの中で一番美味しいですね。こちら側が、こちらずっと奥までこれ全部私の、まあ、借りてる畑なんですけどね、現在今こちらはね土作りを行っている段階ですね。まだまだね、でわざとこう、まあ、草を生やした、とは聞こえはいいんですけど、ちょっとまだねこれ使えないんですよね。ほったらかしになってる状態です。まあこの辺が今、取れてきた、ね、水菜が遠立ってきましたけども、これが今ね朝出荷日ですけども、レッドマスタードですね、もう出しますね。ということで、これはこちらの今年の遠藤君たちですね。もうそこそこいい大きさになってまいりましたね。早くアングル立てるよってことですけどね。そしてこちらがね、春の、ブロッコリー類がズドンズドンズドンと、ね、植えた穴とトンネルですね。で今日はここのところにね、もうまた植えて、この上にトンネルを張りますね。で、はんでるときに、パカパカパッカーね、こいつですね、これを貼っていきますっていうので、今日はちょっとそういう変わった作業といいますか、なんて言ったらいいんでしょう、どういうことをやっているのかっていうことの一つのね事例としてご覧になっていただければというふうに思うんですけども、よいしょ、わかりますかね、こういうやつがあります。そして肥料袋とかのね、こういうビニールをですね、夜鍋でこう切るわけですね。でそれをこう貼っていくわけですけども、まあ全部ね貼っていけば確実にあれなんでしょうが、まあ 1,2,3,4 本ぐらいに1個ぐらいね、こうまあ場所もね、ここにあるのかここにあるのかいろいろあるわけですけどもね、最終的に収穫するときにこう上げますからね、ここら辺でいいんじゃないかと。まあこの辺もねなかなか悩みどころなんですけども、よいしょ、これがね意外と硬い、意外とね、意外と難しいんですよこれ、よいしょね、こんな感じでやっていくわけです。 1,2,3、まあ、農業にはね、答えがないので、結果がついてくれば OK ですね。こういうものもね、人によってやり方はいろいろ違います。結果がちゃんとついてくるということと、僕らの場合はやっぱり限られた時間の中で最大の効果を発揮するというね、効率という問題もありますね。ということで、そしてお金の問題もありますね。ね、こういうもの1個何十円ですけども、
1個2個じゃないですからね、何百個と僕ら使いますので、それもお金がかかります。よし、結構硬いなこれ。サイズがね、いろいろありまして、これさっきのやつ入らないな。よいしょ。よいしょ。春ですね。咲いちょりますね。ね。今年は、今年はというか、4月になったら世間の人は、ね、お花見とかやるんでしょうか。ね。僕らはみんな、ね、農繁期ですからね、やったことないですよね。4月5月ゴールデンウィークとかはね、1年で1万円忙しいですからね。まあまあ、お、今日はね風がないのでね、それでこのトンネル張りをやってるんですけども、明日雨ってことでね、また別の畑で野菜を植えたりします。ね、農業に答えはないのでね、こうサイズが違う。プロセス大事ですけども、結果が全てですね、思いを込めて野菜を作る、それ大事ですけども、野菜ができなければ意味はありません。おお、つぼみですね。綺麗綺麗だ。例によって畑にはこの辺にはね誰もいませんのでね、いつもこう一人でやってるわけですけども、よいしょ。ちょっともう最近は肩も痛いしね、ちょっと体がボロボロなんでね、こう見る人が見れば分かるんですけど、お前もうちょっと気合い入れてパッパやれよっていう感じなんですけどね、すいません。ちょっとね、昨日も勉強会でね、夜遅くで帰ってきたのが12時近かったんでね、ちょっともう今日も朝から仕事に追われてるんですが、体が全てですからね、なかなかそう全力ではできないですよ。よし、さあちょっとじゃあピッチを上げてやらんといかんですね。こっちにもいいかな。ってことで、仕事をやらないといけませんね。今日の動画撮影はここまでということで、それではまた。